はい、皆さんご視聴ありがとうございます。ソーパウです。前回飼育セット作りました。高千穂蛇、高千穂蛇のこれね、見てもらうと分かると思うんですけど、飼育環境になりますね。元気にしてるかな。ほら、これねメスですね。ああ綺麗。こうやってね、光に当てるだけでキラキラ光ってますね。ほら、なんかペロペロ言ってますね。このね、高千穂蛇、オスとメス、この2匹に今日は餌をあげていきたいと思います。ちゃんと食べてくれるかな。最近ちょっと冷え込みもひどくてね、部屋の中暖房を効かせてもやっぱりね、外の外気温、まあ、こういうのが若干ね影響するところもあるんで、ちょっとどうなるかわからないんですけども、餌をあげていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。はい、それではですね、この高千穂蛇何を食べるのかなと言いますと、自然界でミミズを食べてます。なのでこの飼育下でもミミズをキープしなきゃいけないですね。で、私は去年の年末にネットでミミズをね販売してる方いらっしゃったんで、その方から購入しました。それがこちら、これシマミミズと言います。まあ、釣り餌とかにも使われるミミズらしいんですけども、釣り具屋さんで売っている釣り餌用のミミズ、これはやめてもらいたいというふうに言われています。私は爬虫類とか両生類なんかの餌に大丈夫ですよって言って繁殖されてる方から購入してますんで、釣り餌よりは安全かなと思うんですけども、一説によるとミミズはミミズでもチマミミズよりドバミミズの方がいいんじゃないかというふうにも言われてますので、ドバミミズね、なかなか手に入らないんですけども、チマミミズで餌やりをして購入するタイミング、まあ、機会がありましたら今度ドバミミズを購入してね、餌やりあげていきたいと思います。じゃあね、このミミズを高千穂蛇に実際あげていきたいと思います。食べるかな。おお、食べた、食べてくれましたね。すごい激しいな。いやー、こんなね神経質なヘビがまさかねピンセットで食べてくれると思わなかったですよ。アム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 食べてますね。今度はねオスのケージになります。ここかな。これがね高千穂ヘビのオスですね。こうやってね、いつもこの隠れ家に潜んでるんですけども、このオスもね食べてくれるかな。食べてくれればいいんですけどもね、ちょっと実際あげていきたいと思います。ちょっとね、オスはね、食べてくれないかもしれないですね。お、でも反応した。反応してくれました。やっぱりね、基本、お、食べた。お、食べてくれました。オスね、ちょっと鈍かったんでね、どうかなと思ったんですけど。いやー、食べてますね。ミミズもね、噛んでるうちにプチって切れちゃうんでね、
全部が全部飲み込めるかどうかっていうとちょっと難しいところはあると思うんですけども、今一生懸命ね水苔の中に逃げたミミズをね一生懸命飲み込んでる最中ですね。そーっとそーっと飲み込んでますね。いやーよかった。こうやってねピンセットで直接餌やりをするとちゃんとその個体がね食べてくれてるのかどうかっていうのはよくわかるんでね、できるだけねピンセットであげるようにしてます。まあおけいさはまあ非常手段っていう感じでねやる場合ありますけども、無事ねオスもメスも2匹ともミミズをね食べてくれました。この動画がいいな、良かったなと思う方、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた。